こんにちは、イエーイ。今日は私の親友の梅さんに来てもらいました。イエーイ。恥ずかしい。今日はですね、記念すべき3本目の動画ということで。嬉しい。でも3本目に呼んでもらって2人で温かく来ましたので作れるよ。本日のゲスト、梅田彩乃さんです。梅田彩乃です。自己紹介しときます。梅たんです。元 AKB の同期13期生。だいぶ前に見ましたけど、ね、だいぶ前ですね。何歳でしたっけ？24です。はい、27です。始めていきますか。はい。どう思った？私が YouTube 始めるって。いいんじゃない？いいんじゃない、うん、そういうのが好きそうなファンの人やっぱ多そうだもんね。あー、確かに。やっぱ動画配信いっぱいしてるし。そうだね。ずっと見れる裏側をね。うん、いいと思う。だからショールームはショールームで、うん、今そのままやり続ければいいし、うん、これはこれで、あやのことをもっと知ってもらえるんじゃないですか。素敵。まあ、マネージャーなんで。で、あと今日の格好めっちゃキモいの見て。でかギンガムチェックとちっちゃいギンガムチェック。ちっちゃいギンガムチェック。双子コーデ。しんどい。すごくない？怖い。びっくりした。何をマネすんの？2人で並んで歩くんだよ、これ。恥ずかしい。恥ずかしい。なんか恥ずかしいんだけど。これから、どういう系の動画を撮っていくの？お酒と食べるのが好きだから、二人でお酒飲みながらおつまみ作って食べたりとか、うん、なんか私が一番やりたい、まだできるか分かんないんだけど、うん、はしご酒したくて、番組みたいな。そうそうそう、サラリーマンの方と飲むとか。いいじゃん。そう、それが一番やりたい。じゃあ酒飲み YouTuber になるって感じかな。そう。いいじゃん、なんか新しくて。目指すはそこ。メタンと私の関係性を簡単に言いますか。じゃあ、まあ、冒頭では言ったけど、 AKB の13期として何歳の時加入したんだって？12。12歳で？そうだね。ランドセル背負ってた？あ、それは背負ってない。ああ、中1だね。で、加入して私は15歳で。ね、15歳だったね。やばいよね、12歳と15歳が出会い。まあ、その頃は全然仲良くなかった。仲良くないし、なんならいた記憶もない、梅たんが。ふざけんなよ。ひどいからね。なんなら卒業するまで本当そんな仲良くなくて、卒業発表したら急に仲良くしたいって言い出したんですよ、うん、なんか寂しくなっちゃって急に。で、卒業発表してから、なんか仲良くなったんだよね。最近どう？何もない。つまんねえ女。私たち会ったのいつぶりだっけ？そうじゃん、みきちゃんの誕生日だった、うん、そう、梅ちゃんとは卒業するときに仲良くなろうってなって、何でも話すようになったかもね。お互いね、うん、毎日のように連絡して会ってたりしてましたし。でも結構肝心なこと何も言ってくれないの。え、何それ？芸能界引退したんですけど。普通にインスタで知ったからね。え、そうだっけ？私ね、やめようかなみたいなのは聞いてたけど。それがもう言ったつもりだったの。そういうこと？っていうか、でも急に決まったっていうか、うん、今日しかないってなったんだよね、言うのタイミング的に。タイミング的に。だから今から発表しますみたいなのは周りには全く報告してない、うん、家族にしか。そりゃ知らないわ、うん、やめるかもみたいな。どういう決断なの、それをやめるって。ねえ、どうなんでしょう。相当悩めたでしょ、ってあの時。めちゃめちゃ悩みましたよ。だってもう人生の決断みたいな。大きすぎるよね。大げさに言うとってなっちゃうけど、うん、どうしようかなみたいな時に父親に会ってて、うんうん、やめんだったらちゃんと働いてくれって言われた。うん、心配だしね、親は。まあ、それはそのつもりだと。それは生きられませんから、働かないと。いつ発表しようかなみたいになった時に、それが5月30日とか、やめて何年とかになるんだけど、今なら5月いっぱいみたいな切り方の方が分かりやすいから、じゃあ一回やるわってなって。決断にはめっちゃ悩むけど、決めるってなったら早いんだよね、行動が。すごい。急いで分考えて、別に周りに言わなかったから思いますって言ったね。なるほどね。はい、諸事情により価格が変わりました。じゃあ、決めたの声話しようぜ。いる？いるいる。やっぱ半気になるじゃん。私の半ぐらいじゃない？今日生配信で、結婚したら私位置情報をつけたいんだけど、うん、共有したいの。うん、別には良くないね、一緒に共有したいね。便利じゃん、ありがとう。それをね、生配信で言ったら、うん、あ、重みたいな、ありえねえみたいなコメントが来たの。これ来たのよ。もう9割ぐらい、絶対やなみたいな、将来は旦那大変そうみたいな。言い方よ。こんな感じでバーって来て、重。
え、私さ、もう彼いる前提で話していたの。いや、私さ、言ったの。共有したいんだけどって。あっちの帰りも遅かったりするから、それは絶対やろ、みたいな。え、だってね、本当に、なんかスケジュールも共有してるし、はい、様々なことを共有してるわけさ。位置情報が嫌って何なんだろう。だって別にさ、悲しいところ。共有したいくらいの？共有したい。うん、うん。だって別に変なところに行くわけじゃないじゃない。なんだよね。疑ってるわけでもないよ。じゃないじゃない。今日はここに行くよーとも言うし、うんうん、何が嫌なんだろう。何が嫌なんですか？今日その話で盛り上がっちゃった。コメントだね。あともう一個盛り上がったのは、うん、将来の旦那さんが隠れてアイドルをしてたらさ、どう？隠れてライブ行ってたら隠れてたよ、もう。隠れてライブは行くは嫌だね。言ってくれたらいい別に。だよね。なんで隠すのかわかんない。いや、まず言ってくれたら。家にグッズとかも嫌じゃない？グッズは嫌だけど、有名なセクシー女優さんとかを見てたりはする、インスタとかで。あー。私は別にいいのよ。やだやだ。それ仕事じゃん。だからなんか好き。まあ、セクシーなのが仕事ってこと？好き、そうそうそう。ダイエットも言ってたの、なんか、おすすめに出てくる8割おっぱいみたいな。男性って。わかんないけど、もちろん見ちゃう生き物ってこと？見ちゃうの、つい流れてきたら生き物が好きとかって言われたら、ち引いちゃうかもしれない。なんか実際いるわけよ、結婚してらっしゃる方がさ、妻に隠れて綾乃をしてますもんね。私はもう大関係なのね、うん、嬉しい。まあそうだよね、バレないようにしてねみたいな、最低なんだけど自分の旦那だったら絶対綾乃怒るしねってなるけど、それは怒るよね、と思って。恋愛話をさ、配信でするたんびになんと重いみたいな、兄弟の旦那大変そうってファンの人にめっちゃ言われた。うん、みんなそもそもしすぎじゃないだったら。確かにアイドルが好きなら言ってほしい。言ってくれる分にはなんか、でその倍の時間は使ってほしい。あー、なるほどね。土日のどっちか握手会に行くんだったら日曜日は一日私と一緒に行ってほしいし、倍の時間とかね。お金は別にいいけど時間ね、お金はいいんだ。だってさ、どうすんの？アイドルのさ、ライブ行ってお金ないから今日のデート家でいいってなったら。ぶち切れるよ、これ。別れる、別れる。すぐ別れる。でしょ？え、だらーってなる。え、ですよね。貯金しといてくれよ、じゃあ。ってなる。なんだよ、そのお金ないって。怒ってる。知らねえよ。お前、ぶつかりすぎたんだろ。っていう。っていう話で盛り上がったっていうね。なるほどね。こういうのを語るたんびに重いって言われると重くないと思うんだけどな。私は別に全然重くないと思う。でしょ？同じくらいですよ、なんか考えてる。うん。ほら。女の子は大体そうじゃない？でもコメント欄も女の子多かったよ。日常報なんてありえないみたいな。マジ？その人に対しての共有度合いが違うからじゃない？どういうこと？もう私たちは何でも共有しちゃうじゃん。位置情報別に共有できる中だから共有してたわけじゃん。だから、ラーダ将来の旦那さんとかには、そういうのも全部さらけ出しますよ、みたいな気持ちがもう。ここと同じってことでしょ？そう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 。そのなんか、浮気を疑うとかそういう話じゃないよね。そうそう、別に疑ってるわけじゃないし、疑うつもりもない。ただ知りたい。ただ知りたい。重い。結論重い。重いね。結論も重かったわ、私たち。ただ知りたい。私たちが重い。確かに。重いんだわ。重いんか。認めるじゃん。じゃあ私重いのかも、そう思ったら。重いと思う。だってもう重たいぐらいの愛がちょうどいいよ、絶対に。でも男だったらそれがうざいって言うじゃんね。重たい愛が、うん、なんかよく言うよね。男は追われたら逃げたくなるみたいな。うん。で、男って結局追いたい生き物だと思うけどね。追われたくないってことか。追われたくない。だよね。うん。でもさ、そんなのさ、え、どうしてんのどうしてんのみたいな。好きって出さない？めっちゃ出す。追ってんじゃん、それ。お互いってこと？うん。めっちゃ出す。かわいい。あっちが出すからめっちゃ出す。飲めたんだ。どうやって出したの教えて。はい、普通に。会話の中で。なんてどうやって？今日もかわいいね、とか。あ、言われるってこと？私が言う。え、何それかわいい。低い声でしょ。え、相手も言ってくるの？今日もかわいいね。それかわいいはあんまり言ってこないよ。なんて言われてるんですか？ちゃん、ちゃん今日も好きだよ、みたいな。なんかでも、好きだよはあんまりね、言ってくれないかも。え、じゃあどう？なんかね、言ってっていう。言って言ってって。結論思うんだ。ねえ、結論思うんだ。意外すぎなんだけど。やばっ。そんなことやってんの？ね、言ってる。ふざけてる。言ってよって、うん。もっと言って。怖い。次も行ってって。なんでだよ。
言わないだろ。言ってよ。めっちゃ可愛いじゃん。でもちゃんと夜寝る前は好きだよってあっちが言ってくれるよ。え、毎日？うん、半端な。半端ね。ということで、こんな会話ですが、YouTube 見てあげてください。いいなって思った方は、いいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。ありがとうございました。また会いましょう。あの、レギュラー出演の予定なので、あ、覚えて帰ってください。覚えてください。ありがとうございます。めっちゃ暑かった今。気をつけて。ふうふうしたのに。ねえ、やけどしたんだけど絶対ベロ。絶対したよ。もう回せばよかった。